おはようございます。来ましたね。さあ来た、はい、オータム、タダさん、オータムでこうギャグあります？なんかオータムですよ、タダさん。抽選時点で終わったむ。あ、お、出た。あの、ちょっといい去年も言ってたんですよ。あ、本当に。いや、あれ初めて言ったの一昨年だったよ。あ、おととし。いやいや、使い回しか使い回しか3年連続どうですか、タダさん。ね、いただきたい。ツリーがありますから。ツリー前まで、ツリーの前でね。ちょっといいでしょ、これ。装飾いいですよ、これ。赤いからね。ね、いいですね。クリスマスカラーで。はい。VS、パワーダッシュをね。パワーダッシュ。今買って入れました。え、買ったばっかの、まあ、厳密には昨日買ったんですけど。なるほど。もうだから、ほぼ鳴らしてないやつを使います。大丈夫なの？どうなるのかな。あ、結婚。大丈夫なの？そうなの？大丈夫だ大丈夫だいなってたけど今志村さんが大丈夫なのって言ってたけど、リスペクトしてる志村さん。分かんないです。分からない、分かんない、どうなるか。でもフォースラボとかでね指導した結果ね、スラダンはちょっとリアだけちょっとね、効かないようにしようかなと。閉めてフロントだけにしてる、フロントだけにしようかなと思いました。はい、僕出れませんから、抽選落ちたんで。田澤さん落ちたでしょ。はい、ね、田澤さんだけですから。あ、ちょっと、え、音やば。音聞いてください、音。はいはい。いや、やば。音やば。なんか、痛いです。氷削ってるんですか。待って、シャリシャリ出てきますけど、これすげえ音だな、これ。なんで先行きが危ういな怖いな、これ。いや、でも、別に音関係ないですから、うん、正直ね、1位になればいいんだから、うん、ね、大丈夫ですよ。まあ、とりあえずコースを一回見て。そうですね、そういうのもちょっと調整しないとダメなので、ではコースを見てきます。見ましょう。どうぞ。速さどんぐらいですか、これ。速さわかります？速さ結構高速なコースなんじゃない？そうですかね。ちょっと俺も一言言いたいんで、ちょっと見ていいですか。はい、どうぞ。ノーステップってついたら割と攻めやすいコースだとは思いますけどね。ああ、なるほど。おお、結構高速なコースなんじゃないでしょう。さっき言ったやつ、私2度目のチャンスあるよ。本当に？ちょっと見ていいですか。はい、ああ、なるほど。これはね、高速なコースですね。どうやら。タダさん、タダさん、タダさん、このスピード見て。どうですか。どうですか、このコース。だいたいこんなもんじゃないんですかね。いや、そこ。はい、ということで、風間君のレースでございます。実況の中里と解説の放送のカットリーガイです。ということで、いつもの、こちら落選組でございます。風間さん、ステップバーニングサーキットですけども、どうでしょうか。うん、やはり例年の傾向としてステップってつくと大体高速コースなんで、やっぱり純粋なスピードですけど、問題は下りのアイガー、まさにマシンアイガー試されるところですよ。アイガーですからね。あそこで結構みんなね、コースアウトしている人がいるとかいないとか。あ、お疲れ様です。あ、ミスター X さんだ。はい、田澤さんレースですね。おー、どんどん田澤さん、田澤氏の応援の方がどんどん来ております。これでね。あ、なるほど。ゆうさんが、あら、愛が登ってカーブ終わって直線のとこですかね。あ、なるほどね。あ、3っぽいですよ。3ですね。黄色のやっぱ黄色とこで、黄色ですね。ロックナットで、あ、来た。田澤さん行くよ。3連黄色、田澤君スタート。よし、あ、ちょっと遅れたかな。いや、でもいいよ、いいよ。ちょっと、愛が登ってそのままニューエラーの看板にぶち込みましたね。これかな。いや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 、うん、マジか、早かったな。もう終わり。嘘。そんな、あ、いやいや、ガッツポーズ違うんだよ。おっさんガッツポーズ違うぞ。そこにダッツがあったら何点だったでしょうね。なんでダブルとかじゃない。ブルじゃねえな。出てた。出てた。この景色ね、この景色で見てた。はい、見てました。すごくよく。俺いた？はい、いたでしょ。いました、いました。よく見えた。よく見えたけど、よく消えた。いや、多分ね、看板がある。おたんこなす。看板があるからね、多分取れてもないと思うんだよね。胸につけてるから。隠れちゃって。そうそう、だから、ニューエラーに。
ニューエラー、そうニューエラーなのね、初めて知ったけど。ニューエラー飛び込みましたよ。あ、本当。ニューエラーのあのダブルのとこに。あ、ダブルのとこにいいクッションが効いて。ダブルのとこに行きました。戻んなかった。クッション、はい、マシンに優しく。コースでこうね、コースに引きするからなかった。多分ね、コースとしてね映ってないから、乾燥したことにしてもらっていいかな。ダメ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 。ふざけんな。ねえ。なんで速度出すぎ？やっぱり。いや、わかんない。ちょっと鼻荒れてるんですけども。うん、あの知らねえよ。いや、ブレーキ汚染だと思います。ブレーキじゃない。ブレーキ直前に買ったこれ黒ダメこれ。あ、黒ダメだね。黒効かないですね。結構効かない。ツルツルですね。ピンク。ピンクですね。黒効かないみたいなんで、はい、次のオータムのレースの人は気をつけてください。はい、もう公開してる時期はとっくに終わってますじゃん。おせえはもう出せんだよ。何だったのブレーキ買ったりモーター、ね、飯食いながらモーター鳴らしたり、ね、ずっと鳴らしてたり何だったのしてましたけども、どうでした、終わりましたけど、終わあのだから、はい、あのえ何落ちた落ちます全力で何かやるしかないよ全力で何かやる。品川シーサイドフォレストイオン横、今日もここに登りたくなる階段がある。実に登りやすい階段だ。あの甲子園球場の隣に佐野神社ってのがあるんですよ。そこが勝負の神様だとかって行ったことあるの？あります。お、なんか勝ちました？なんかに、はい、さあ覚えてないです。ええー。